どうも浜口勝と秘密基地です。さあ今日はですねガシャポンバンダイオフィシャルショップに来ております。今日は筋肉マンのガシャポンをしに来ました。ネットで調べたらですね金消しのパート22が出たってことでもういても立っても入れなくなりましてこちらもう4000円分両替しました。やる気満々でございます。おもちゃ屋さんの前とか通るたびにやっぱガシャポン見るんですよ。あ、どうしようやろうかなと思ったんですけどやっぱりせっかくやるんやったら YouTube 見てる皆さんのために僕が回そうと思いましてはい、こちらに来ました。ここにはですね3000のガシャポンがあるそうです。もうすごいですよ、ずーっとガシャポンです。筋肉マンやりたいんやけど浮気してしまいそうな誘惑がめちゃくちゃありますけど、じゃあちょっと筋消しやりに行きましょう。どこにありますかね。おおおおおおお、これですね。ありました、ありましたけどちょっと待って、こっち何これ、金消しずらりと並んでるやん。これすごい、うわ懐かしいな。俺も持ってんねやけどこういう風には並べてないんでね、やっぱこうやって並べると夢やな。これはこれですよ、浜口正人秘密基地で僕が紹介して結構な値段がついてたやつ、オメガマン。このねこっちのこの腕グッて上げたネプチューマンがいるんですけど、この腕を上げたネプチューマンがもう欲しくて欲しくて弟に撫でてきてくれっつってお金を託してたなあ。これが大好きやったのよ、こいつ。これね手グーになっててアシュラマンの、アシュラマンって顔が変わるんですけど全面怒りの面になってるっていう、めっちゃ強くなった状態の、これが欲しくて欲しくてね。ずっと見てまうなさあ今回の目的これです。金消し22。今回のカラーリングはこちらのバッファローマンでございます。コンプリートもしたいですが狙うはここです。ちょっと早速行ってみますか。200円です。早速行きましょう。何が来るんでしょうか。来ました。なんか開け方あるんやろ。よっしゃ、まず最初はこれですね。ブロッケンジュニアですね。おお、でもこの格好の時は2世の時かな。ちょっともう年齢いってからのブロッケンジュニアですね。かっこいいのよね。ちょっとなんかねここにいいのがあんのよ、こうやってこうやって、おここいいですね。こうやって紹介できんねん、素晴らしい。いいですね、こう後ろ向けたりとか、かー後ろもかっこいいね。このフォルムがもうザッツ金消しやな。いいよねこれのね、こういうフォルムが金消しなんですよ。いいね、よし次行きましょう。なんだ、お、これザ・ワンやな。ザ・ワンです、今の筋肉マンですね。今の筋肉マン、連載されてる筋肉マンの神がね、超神でしょう。かっこよろしいな。まさかこうやって老眼で金消しを見るまで自分が金消しをやるとは思ってなかったなついてきてくれたおじいちゃんやもんな。何これとかって、はい来ました、よっしゃ。お、何でしょう、次はちょっとブルーですよ。技消しやけどこうやってやると普通にゲームやってるおっちゃんみたいなマッスルリベンジャーやな。やられてるのは筋肉マンソルジャー、やってんのが筋肉マンスーパーフェニックスやな。素晴らしい、めちゃくちゃ綺麗にフィットしてますよ。ちょっと決めるか、マッスルリベンジャー、こっちにする。
いいね、お台場で戦ってるわ、うん、ソルジャーとフェニックスが。造形師さんのこう技が冴え渡ってますね。うわっ、なんだ次は。来ました、またマッスルリベンジャーのペールオレンジです。ペールオレンジもええな。いいですね、決まってますね。切れ目がここにあるな。もともとは外れるやつをもう外れないようにフィックスさせてくれてんのかな。線ありますよね。本当はこう腕一本を造形で作ってそれをこっちにはめてんのかな。一体が一体じゃなくて、まあでも絶対外れないっていう。すごいな。優しく回さなあかんねんな、これ激しいねんな。昭和な回し方しちゃってんのかな。あ、来た、違う、来ました、これラーメンマンとバイクマン。うわこれやばいな、めちゃくちゃかっこいいな。ガウロン戦ドロップです。決まってんな。一時ね、ラーメンマンがジャンプの筋肉マンのストーリーの中からいなくなるんですよ。ウォーズマンにやられてずっといないんですけど、帰ってくる時にこのバイクマンの中に入ってて登場するんですけど、それがかっこよくてね、興奮したな。まだ出ませんね。色違いの、色違いのブロッケンジュニアでした。でももう出てないのはこのジェイドとバッファローマンの色ですね。色と普通の、どうだ、カラーのやつがついてるか。おお、来ました。こいつはジェイド、息子ですね。ブロッケンジュニアの息子ですね、ジェイド。キン肉マン2世の方ですね。かっこよしな。まだ出ません。バッファローマンの姿が見えません。さあどうだ、あっ、かぶってしまいました。ガウロー戦ドロップ、ペールオレンジ狙うわ。こんな入ってんのかな、不安やな。ああ、ブロッケンジュニア、ブロッケンがめちゃめちゃ揃ってきた。来い、来るか。おお、ペールオレンジのバッファローマンです。いやー、すごいな、金消しでこんなに躍動感がつけれるか。ハリケーンミキサーをはめた後やな。こうなるやつやな。いや、ちょっと。多分本編でもね、この子が戦うんですよ。それが再現できるんだ。おー、戦えます。
戦えます。いや、バッファローマンのこの造形やばいぞ。むちゃくちゃいい。こんなね、頭でかい感じのバッファローマンやけど、しっかりこれ、しっかり立てる造形にしてくれてるな。これのカラーは欲しいね。当てたいな、4000円で。来てくれ。もうだって残るは、色違いはあったとしても、このレアだけですよ。うわぁ、またです。またブロッケンジュニアです。またブロッケンジュニアでしたね。並ぶなぁ。レアかな。いや違う、ガウローセンドロップでした。影になってるやつもあるんですよ。見えてるとこからはちょっとね、ブルーになってるやつがすごい見にくいから、場所変えてみる。よしパチンコ台変えるみたいにガシャポンのね、台をちょっと変えてみます。さあ、ここレアいる？いるじゃん。こんな上におる。いるいるいる、ここに確実にいる。ね、冷えちゃいますよね。ガウローセンドロップでした。ガウローセンドロップの青ね。動いて回ってくれとか言っててポンと出てきたりしな。またガウローセンドロップです。動いてくれるか。ザワン。予算が残り少なくなってきました。青い、青いぞ。青だった。うわー違う、ペールオレンジのバフォローマン。色ついてくれ色ついてくれ。よし頼むぞ。出てきた。あ、でもこの色は違う。ジェイド。青いカプセルに入ってました。残りはあと、もう手びしゃびしゃ。残りはあと1回です。これを合わせて2回行こう。お、青い、青い、あ、え、え、よし、え、ちょっと待てよ、青いぞ、あー、出た、出た、すげえ、出た、出た、出た、いやー、来た、やったー、もうほんま、あと200円しかなかったです。やった。ちょっと待ってくれよ。見えへん。うわー、かっこええ。やっぱカラーは違うな。今までペールオレンジしかずっと見てへんかったから、やっぱ、ええね。ちょっと向こう置きに行こう。あそこ置きに行こう。いや、あの上にあったよね。あれが、俺は手前に落ちたのか、奥に落ちたのかっていうのでちょっとわからんかったんけど、ちゃんと奥に落ちてたんや。よかったね。
かっこいい、かっこよろしい、かっこよろしい。やっぱりカラーはね、今までペールオレンジをずっと見てきたから、もっとアップで撮ったってください。あ、それ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 、いいね。ハリケーンミキサーのシーンがあるんですけど、バッファローマンのあの雰囲気はキャプテン翼のキックのとこの作画を意識して描いたっていう噂があります。この造形を作った人の筋肉マン愛が感じますね。こうやろうな、ただ立てるだけじゃね、こっちこうやってくれっていう、老眼でも見えないですけど。ええね。素晴らしい。3800円を使って、こちらレアのカラーバージョンの、バッファローマン当てることにできました。そしてここでレアがやっぱり光るな。52歳になってもこの目当ての金消しが出る時の興奮はやっぱ一緒ですね。またね、金消しが出たら僕はすぐにスタッフのガンさんに連絡して真夜中の1時ぐらいにネットで見つけて、あ、これ行きたいって言ってすぐに LINE しますんで。また次23ですね、金消し23、どんなことでちょっとワクワクさせてくれるのか楽しみにしております。今回ゲットできましたということで、この金消しシリーズまた第23でお会いしましょう。さよなら。200円余りました。